教えて、ストレア先生。第5回です。ストレア、どうしたんだ？今日はいつものような元気がないな。だってさあ、サッチン、このコーナー今回で最終回なんだよ。そうなのか。また突然だな。というわけで卒業式だよ。サッチンもいよいよ巣立ちの時だね。私は助手じゃなかったか。卒業式はこれまでのこのコーナーを振り返っていくね。まずは記念すべき1回目、ブレインバーストって何っていうお話だったよね。あの時のサッチンは初々しかったな。まだピチピチしてたもんね。アバターなんだから変わるわけがないだろう。というかそもそもまだ懐かしむほどの時間も経っていないだろう。いや、負けちゃうと強制アンインストールとか、ほんと厳しいゲームだよね。いつだったか、死んでもいいゲームなんてぬるすぎるぜって言ってたキリトにはぴったりかもね。ほう、キリトも随分過酷な環境に身を置いていたようだな。第2回はアバターと加速について話したな。サッチンにはいろんな顔があるんだよね。誤解を招くような言い方をするな。用途に応じて複数のアバターを持ってるだけだ。あとさ、サッチンってば一人で加速しちゃって、私忘れてないんだからね。まあまあ、その後自分でも加速したじゃないか。あれは驚いたぞ。あれ、私そんなことしたっけ。覚えてないのか。まったく。そういえばストレアの加速については結局謎のままだったな。3回目はニコちゃんが来てくれたんだよね。レギオンと王について話したな。サッチンとニコちゃんの仲の良さもね、いいなあ、楽しそうで。そうだな、もうちょっと素直なら可愛げもあるのだが、それは彼女が大人の女性になるのを待つとしよう。サッチンも素直になればいいのに。最後はキリトをゲストに迎え、新技についての話だったな。二人とも難しい話ばかりするから、私途中から大変だったよ。インカーネイトシステムは話を掘り下げると途端に難しくなるからな。それにしてもキリトはなかなかやるな。込み入った話もスムーズに進行する。でしょ、キリトはすごいんだよ。コンピュータやプログラミングにも精通している者同士、理解も早い。互いに黒い服も着ているし。え、ずるい、私も黒い服着る。君はその前に人の話をちゃんと聞くようにしろ。さて、お話も盛り上がっていますが、楽しい時間はあっという間ですね。サッチン、そろそろ卒業のお時間です。だから私は助手じゃなかったか。みんなこのコーナーを通じてたくさんのことを学んでくれたことと思います。もう先生から教えることは何もありません。ほとんど私が話していたんだがな。さようなら皆さん、また会う日まで。そんな、まさか。もしかしてこれは。過去の者たちよ、まだです。この世界にはまだたくさんの可能性が残されています。過酷な試練、まだ見ぬ強敵、そして出会い。今のはもしかして千年後の私。そのようだな。突然びっくりしたね。多分どうしても伝えたいことがあったんだろうね。
でも、これで本当におしまいみたい。というわけで、教えて、ストレア先生。これにて終了です。いいのか、このまま閉めて。最後までお付き合いくださってありがとうございました。みんな、卒業おめでとう。諸君、ご清聴感謝するぞ。